中央道事故渋滞、2022年3月20日、猿橋バスストップ付近。そろそろ事故場所。第1車線から第2車線へ移る車もありましたが、そのまま進んでみたら、スムーズに通行できてしまいました。飛散物に注意して走行。車線移動した方が良いかどうかはケースバイケースですけどね。